お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら。先週に引き続いてシェファーのボールペンです。タラニスと同じ日に買ったんですよ。シェファーブランドの歴史の概要は前の動画で語りましたので、今回はシェファーのボールペンラインナップをサクッと紹介します。シェファーには比較的安価なフロンティアコレクションと少し高額なヘリテージコレクションがあります。フロンティアコレクションにはイオン、ポップ、シェファー100、VFM、センチネル、リマインダーがラインナップされており、価格帯は35ドルまでとなっています。ヘリテージコレクションにはシェファー300、インテンシティ、プレリュード、サガリス、レガシー、アイコンなど50ドル以上の商品がラインナップされています。さて、それでは開封します。改めまして、今回紹介するのはこちら、シェファーのプレリュードブラッククラッカーです。希望小売価格は税込み6600円。高級ボールペンの中ではリーズナブルな価格設定。プレリュードはシェファーの中ではエレガントかつダンディーなボールペン。音楽を奏でるような滑らかな書き味を追求してデザインされたモデルです。ザ・ライターズペン、作家のためのペンと称されるプレリュードは絶妙なバランスで設計されており、書き心地の良さには定評があります。伝統的な葉巻型のシルエットはエレガントで洗練された仕上げが施されています。それではデザインを見ていきましょう。真鍮のボディにブラッククラッカー仕上げ、トリムはシンプルで品のあるクロームメッキ、口金は小さなおちょぼ口、ボディが滑らかな流線形を描いています。リングにはシェファーシェファーシェファーと刻印されています。そしてクリップ、真ん中がくり抜かれていて、上部には高い品質を保証するホワイトドット。クリップは程よい硬さで広く開きます。転換部も特徴的な形をしています。かっこいいですね。ボディはとてもコンパクトで、全体的にとてもシンプルなデザインとなっています。主張しないながらも、どこかダンディーさを漂わせています。ずしりと重みのある真鍮のボディはコンパクトで取り回しが良く、手との一体感がありますね。サイズ的に似ているのはこちらのボールペンでしょうか。パイロットのカスタムヘリテージ91、キャップスライド式ボールペンです。動画ではわかりにくいのですが、プレリュードの方が赤みがかった奥行きのある黒ですね。重量もあるので持った感じ、プレリュードの方がソリッドな感じがします。それではスペックを見てみましょう。重量は 30.7g。 おお、やっぱり重いですね。次に長さを測定します。長さは 130.3mm。 短いですね。ペン先を出して測ってみます。ペン先を出した状態では 133.7mm です。では軸径を測ります。グリップ位置はこのあたり、グリップ部の径は10.2 ミリ。ちょうど良い太さです。リング径は 12.9 ミリでした。それでは
重心を見てみましょう。シェーファープレリュードの重心位置はこのあたり、ペン先から 74.3 ミリの位置にあります。ペン全体から見ると重心はやや上なんですが、グリップ位置からの距離が短いので低重心に感じます。サイズ感といい重みもあって、すごく筆記が安定するデザインになっています。シェーファープレリュードはツイスト式、スムーズな回転、ロック感はほとんどないですね。回転を止めたところでペン先が止まります。インクリフィルを見てみましょう。プレリュードのインクリフィルはシェーファーの中で K スタイルと呼ばれるものを採用しています。サイズはミディアム、中字です。おすねジブは樹脂ですね。前の動画でご紹介したシェーファータラニスのインクリフィルと比較してみましょう。タラニスのインクリフィルはシェーファーでは T スタイルと言われる G2 規格のものが採用されています。 T スタイルのインクリフィルを搭載したモデルはサガリス、スタイラス、そしてタラニスです。スタイラスとタラニスは現行のカタログから外れています。 K スタイルと T スタイルのリフィルはパッと見よく似ているんですが互換性がありません。サイズの違いはこんな感じ。実はこの K スタイルのリフィルはセーラーマン年筆のリフィル180500に類似しています。リフィルの互換性については分かりにくいですよね。同じメーカーでも複数のタイプのリフィルを採用していたりしてこんがらがってしまいます。こちらも比較してみましょう。長さも太さもほぼ同じ。実際に測定したところこうなりました。セーラーのリフィルの方が 0.4 ミリ長いですが、これは誤差レベル。では実際に互換性があるかを確認しましょう。セーラーのリフィルをプレリュードに装填します。さあどうでしょうか。おお、めっちゃ飛び出しますね。そして完全にはペン先を収納しないようです。これはいただけません。次にプレリュードの K スタイルリフィルをセーラーのプロギアに装填します。おや、こちらはペン先が出てきませんね。どうやら互換性はないようです。それでは筆記してみましょう。作家のためのペンと称されるプレリュードはその名の通り、音楽を奏でるような滑らかな書き味を追求してデザインされたモデルです。その書き味には定評があります。確かに滑らか、好みの書き味です。プレリュードといえば某国産のスポーティーカーをイメージする私ですが、シェーファーのプレリュードも印象的なボールペンです。コンパクトなボディに 30.7g の重量、特別な装飾が施されているわけではないシンプルなデザインですが、とても上質でダンディーだと思います。癖があまりないのでどなたでも使いやすいんじゃないでしょうか。いいね、書きやすい。この書き味は結構好きです。インクが良いのもありますが、ペン全体のバランスがいいですね。手によく馴染んでしっくりきますよ。余談ですが、2022年1月の時点でシェーファーの日本の公式サイトには
ほとんど情報が載っていないんですよ。現在シェーファーのウェブサイトはクロスのサイトの一部になっていて、おそらくまだ完成していません。ですからシェーファーのコレクションに興味がある方は本国のサイトを参照することをお勧めします。概要欄にリンクを貼っておきます。ぬらっと書けますね。しっかりと粘土があってペン先のコントロールがしやすいです。ペン先のガタつきもなくソリッドな書き心地。筆圧のコントロールで線の強弱をつけることができます。シェーファーのボールペンはネット上であまりレビューを見ないですね。人気のないブランドになってしまったんでしょうか。私も購入したのは25年ぶりぐらいです。実は私、今年になってシェーファーのボールペンを3本購入したんですよ。残り1本は少し間を空けてから動画をアップします。どれも個性的で気に入りました。シェーファープレリュードは希望小売価格が税込み6600円という高級ボールペンの中ではリーズナブルな価格設定。ちょっとデザインがおじさん臭い気がしないでもないですが、とても機能的なボールペンです。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録をお願いします。高評価、そしてコメントをいただけると励みになります。リクエストもお待ちしておりますが、他のチャンネルでたくさん紹介されている流行りのボールペンは購入しないかもしれません。ご容赦ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。We'll be right back.